はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ミヒトです。今回はパズドラのこちらシェヘラザード公認、はい、深夜の語りで超時刻級やっていきたいと思います。バステトの超転生ですかね。はい、これに必要な素材なんですけども、かわいいな、あ、違う、これに必要な素材の降臨なんですけども、まあ、バステトで攻略しようと思ったんですけど、バステトがフレンドにいないので、はい。相変わらずの、エドワードさんパーティーでやっていきたいと思います。初見です。全くわかりません。今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブ、ランデブー、ミヒトチャンネル。はい、やっていきましょう。まあ、超地獄級なんで、そこまで苦戦はしないと思うんですけど、え？覚醒スキルを無効して、しかもリーダーバインドですか。もうパズドラさんどうしてこういうめんどくさいことしてくれるのかな？これ右側倒せるかな？倒せなかった。メジキック。リミットバースト。はい、それじゃあやっていきましょう。ん？負けた？何の話でしょうか？はい、まあ、はい、気にしないでください。いや、見事に負けましたね。マジか。まあ、超地獄級だから死ぬことはないと思うので、あんまり倍率、火力出さずに耐えますわ、最初。いやー、めんどくせー。全部突破していけないタイプのダンジョンですかね、これは。遅延だったらば大丈夫。アブソープション。まあまあまあ、遅延は大丈夫。OK、これでエドワードさんが復活したので、いや、久しぶりに見たよ、エドワードさんがバインで受けるの。昔もね、一回だけあったんですけどね。これは、限界ですね、パズルが。盤面6コンボ？もうちょっとしたいですよ。落ちてきた。ありがとう。ただこれで突破。だね。OK、突破突破。いや、これ超地獄級で最初こんなめんどくさいことしてくるってことはさ、この後でやばくない？これより上の難易度めんどくさくないですか？裏覚醒トトになってますね。裏ですね。根性があれですね。根性を無効化することが今できないので、あんまり火力は出さないで。マジか。超地獄級だとこうなるのか。死ななかった。よかった。いや、死ななかったのは良かったんですけど、これ超地獄級ですので、あれですね、さらに上の難易度だと多分死ぬね。なるほど。こいつはまためんどくさいダンジョンのようだ。だがバステトのためならば頑張ろうではないですか。OK、突破。根性貫通が必須か。シェルシールド。75% 激減。こいつはまあそんなに気にしなくてもいいのかな。何かめんどくさいことをしてくるとしたら、まあ、超地獄級では関係ないかなと。ちょっと待ってください。パズルが迷走した。パズルが迷走した。パズルが迷走した。結果オーライ。時間があるって素晴らしい。8コンボ。突破できるかな？ああ、まあ、ここは突破できましたか。さて、半分通り越して4フロア目。お前はアヌビスさん。7コンボ以下。あ、そうですか。まあ、アヌビスさんだったら、まあ、そういうことしてきても、まあ、おかしくないというか、納得いく。こっからエジプト市に出てくるのか？でも、シェヘラザードってエジプトの人ではないよな。斜め移動失敗。そして、光の落としも失敗ですな。結果、オーライですな。ちょっと、落ち込んで今回めっちゃ助けられてますね。OK、アヌビス突破。5フロア目。ダウ、ヤフー、なんちゃ、パッパルパッパッパ、読めない。サマー、シャムス、まあ、ホルスさんですね、はい。いや、さ、何回先制攻撃してくるんですかね。超暗闇ですか。暗闇は 60% しか耐性がないか。60% しか耐性がなかったようですね。はい、暗闇耐性と根性、貫通は必須ですね。あとは他に必須というと、まあ、オーディンドラゴンの覚醒無効回復が最初から打てるキャラクターがいるといいのかな。バインド回復系だけでも十分良さそうですね。イシスとかいいかもしれない。あ、イシスっていいんじゃないですか。マジスキルの効果消すの。
多分これはスキル使ったら消すっていう行動なんでしょうな。いやはやめんどくさい子って。ただまあここ耐えて暗闇が取れる。オッケー。暗闇耐性これ積んでこねえとダメだな。オールドロップウィル。オッケー、5個あるので根性も貫通しましょう。でも最近根性持ちが普通に出てくるのがさ、普通になってますけど、もともと根性ないのよ。もともと根性はプレイヤー側の特権だったんですからね。まあ、突破できるでしょう。オッケーオッケー、突破突破。根性発動させたらどんなことしてきたのか気になりますが、シェヘラザードさん欲しいんで、今回普通に倒していきます。聞いていただけますか？綺麗な人だな。で、根性持ちで6000万以上のダメージを無効。わーお。一番端っことかだったらなんとかなるけど、超真ん中。それ苦手。なんだろう、この人もなんか特殊な攻略パターンがあるのかな。昔あったんだよね、ちょっと待ってくれ。これで7コンボいったが、半分越したか。始まりは一つの思い。これあれだろう、行動パターン決まってるんじゃねえか。操作時間減少。これで突破できること願おうか。ただダメージを与えすぎると無効化してしまうのもな、ちょっと正直なところ。わー、タイミングミスった。あのドロップのやつ苦手だ。さて、あー、何コンボですか。あー、小さないくつもの海が重なり、ランダムがドロップロック。何が生まれました？ちょっとごめん、下の方見てた。これで突破できればいいなーっていう期待を込めながら、ちょっとまたなんか変な感じになってた。大丈夫これで。落ちてきて、落ちてくるねー。あー、シェヘラザードさんは落ちない。まあ超地獄級だしね。まあ仕方がないか。つうか相変わらず、めんどくさいの、こういう氷は。はい、ということで、シェヘラザード初見攻略でした。がっつり攻略は後ほど出します。ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか。コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方、お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。